はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回は、クロスボウに銃剣をつけて、ナイファーっぽい感じでね、やっていきたいと思います。チームデスマッチいきます。スリッパーマン大好きでございますよ、僕は。さあ、ぼわー。まあね、リッパーマンですから。プラスナイファーですからね。僕はこういう感じで、やっちゃった。やっちゃったけど。なんだと？ずっと見てたのかい？やるねえ。やるねえ。まあね、とことん足音も消して、足音消すわ、ブラストサプレッサーの音も消すわ、姿も消すわ、なんてね。味方さんに気づいて。味方さんに気づいて。すぐそこに味方さんいたのに。おっと。敵がいたんですかね、今は。いや、静かですね、今回は。オッケー。オッケー。同じロボットでしたね。さあ、辛い。辛いものがある。オッケー、リッパーマン。リッパーマン。それは無理。さすがに、さすがにそんないっぱい来られたら困りますわ。敵さん一人裏取りしてきてる？ってことはないか。警戒はしてるね。オッケーオッケー。おい、どこ殴っとる。どこ殴っとるん。殴ったらいかんとこ殴ってしもたな。ちょっと待ってくれよ。こっち側敵さんいるんじゃないかな。オッケー。あ、ごめんごめん、お味方さん。なにごめんってば。許してよ。味方さん倒したっぽいね。すげえ。いや、おるやんけ。いや、おるやんけ。やられとる。そっちに行くパターン。さて、味方さん。おーっと、これは。これは裏取りチャンスじゃないですか。オッケー。おっと、今そこにいましたね、味方さん。いいよ、いいよ。お、味方さんが強い。いいですね。あー、あれ敵さん、あれ敵さん、あれ敵さん。オッケー、リッパーマン。大丈夫、まだ気づかれてない。リッパーマン。ここで今の場所で生き残るのはさすがに僕は無理ですわ。はい。まあ救援物資とかね、カウンター UAV 出せるので、ちょっと味方さんがそっちに一人いらっしゃいますが、大丈夫ですね。じゃあこれ呼びましょう。さあ、何が来る。いいの来てくれ。あれ、やばくねえか、ちょっと今回。なんかさ、最近救援物資の運がやばいんですけど。まあラプトオンラインしていきますけども、どうした、ちょっと最近やばいぞ、運がやばいですよ。オッケー。進化もここまでだ。近くにはいないのかな。意外とこっち側いると思ったんだけど、敵さんは、ゆえへへ、キルしてるね、ラプス。いいよ、その調子でよろしく頼む。おやすみー。あー、後ろから切ってった。いいよ、ウィークリーボーナスもね、なんとかいったので、あとは、デイリーかな。さて、リッパーマンで活躍したいところなんですが、敵さんどうこ。敵さん向こうですね。おやすみー。いやー、これ敵さん、ちょっとかわいそうかな。リッ
パーマン、ちょっと今のところはないでしょうよ。今のは辛いな。さて、どう来るできたんですリッパーが結構封じられてるんですよね。さあ、どうだ。あの敵さんは気づいているかな。あの敵さんは僕のことに気づいているかな。オッケー、刺すー。まあ、銃剣とは刺すためにあるものですから。でも剣って切るもんなんですけどね。さあ、どうだ。近くにいる。なぜショックシーを投げた。今のは撃ってればよかっただろう。どうした、僕どうした。敵さんまだいらっしゃいますね。当たったぜ。いやー、予想外。そんな当たるとは思ってなかった。弾回収、いいねー。で、敵さんがいるのはおそらくこっち側なんで、こっちには触手仕掛けたけどもほぼ意味ないね。どうする、うわー、ちょっと待ってくれ。ブラストジャンプが全然できなかった。今のできてればいけたのにな。結構、おほほえ、おほほえ、おほほえ、うほほえ、まさか当たるとは。予想外。さあ、どう連れてきたんよ。これえげつねえな。サプレッサーの音がしてたんだ。気づきはしたけど、どこにいるのかは気づかなかった。でも、ん？ん？なんかあったような気がするんだけど、気のせいかな。当たらない、当たらないよ。ちょっと待ってくださいよ。21キルしてるのに3。んお、味方さんナイスです。さあ、ティさん、どうせそこら辺を追うんだろう。味方さんに当たっておるくないかこれ。味方さんに当たってたくないか。リッパーマン動く。あと1キル、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 待って、あと1キル、待って、あと1キル、待ってくれないパターンですね。はい。まあ、チームデスマッチでラップスも出たし、結構キルもできたのでいいかな。まあいいでしょ。リッパーもね、なかなか活躍してくれてるので。最後シェイバか。うわ、ヘッドショットえげつない。しかもゾロだ。エンブレムがゾロだ、かっこよ。いいですね。もうこのトップ、トップじゃないね、このウィナーズサークルの中に入ってるのがね、なかなか嬉しいですね。おっきい色に輝いてる、いいね。まあできることなら1位になってね、挑発したいんですけど、まあちょっと無理かな。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。